現在、労働力人口の減少が問題になる中、人手の足りない小売店、休む暇のない医療現場、建設現場での事故など、さまざまな課題を抱えながら働いている人たちがいます。そのような課題を解決するため、映像を活用したソリューションが適用され始めています。映像から未来を作るというビジョンのもと、映像データのプラットフォームを通じて、より働きやすく安心に過ごせる社会を目指しているのが私たちセーフィーです。例えば飲食店、お店に出向くことなく各店舗の運営状態をリアルタイムで遠隔管理、小売店では画像解析で混雑状況を把握、必要なタイミングで店員の補充が可能、建設現場では現場に行かなくても安全確認や進捗管理、作業員へ音声での指示が可能、行政と連携した災害情報では、いつ起こるかわからない河川の氾濫を24時間監視、感染リスクのある医療現場では入院患者の状態を遠隔確認し、医療者の負担を減らします。セーフィーのサービスはすでにあらゆる企業や分野に導入され、多くの実績を上げています。日々カメラ台数とサービスシェアは増加し、映像データもどんどんと蓄積されていっています。そのデータをもとに構築したプラットフォームで、全ての人が今よりも安心安全に豊かに暮らせる社会づくりが実現され始めています。セーフィーの佐渡島です。セーフィーはクラウドカメラの事業をやっています。セーフィーは防犯だけでなくて、あらゆる産業や業種に関わらず、いろんな社会課題に向き合って仕事ができるっていうのが非常に面白いところだと思います。例えば災害現場を映像で良くしたりとか、遠隔でお仕事を推進したりとか、それを AI で DX していくとか、さまざまな社会課題を直接こう映像で解決していくことができる、またそれをデータ化していくことによって新しいインフラを作っていくことがグローバルでできるというのが面白いところだと思います。セーフィーはこれから世界に打って出ていくようなスタートアップになっていくと考えていますので、世界で勝てるような、またインフラを一緒に作れるような仲間を募集していますので、そういったところにどんどんチャレンジしていける人と一緒に働いて、新しい産業を作っていきたいと思っています。人々の目に変わって解決できる課題はまだまだたくさんあります。あらゆる技術や人、物がつながり、そして誰もが映像データを活用できる未来を作る、そんなプラットフォームを一緒に作りませんか。映像から未来を作る。セーフィー。